のぞかべだな。とりあえずビールか。おう、ビールだ。早く行ってこい。ほら、今日は貸し切りだ。私を殺したら商売に困るぞ。他がすぐに見つかるさ。I just had me go。よくやった。ほら、約束のもんだ。すいません。純度 100% だ。試してみろよ。はい。動くな。天使が呼びに来てるよ。自殺した運転手はコカインをやっていた。おそらくコカインの取引のいざこざが原因と思われる。二丁のトカレフが凶器だ。先輩、本庁の鈴木です。よろしくお願いします。本庁のエリーズさんね。邪魔だけはすんなよ。はい。先輩、え、それって罰金ですよ。経費で落とせよ。現場まだ保存中ですよ。ああ、心配いらねえよ。鑑識が床の塵までみんな吸い取って持ってっちまってるよ。現場見たかったらよ、デジカメだ。動画だってゲロ吐くまで見せてくれるぜ。こんな椅子一つぐらい動かしたってどうってことねえよ。はあ。ああ、本庁のエリートさんよ、こんなことやったやつはどんな野郎だと思う？現場に止まっていた車の中で死んでいた、金井組準構成員田上和夫24歳が最重要容疑者だと。ああ、帳場はよ、それで蹴りつけたかったんだよ。
ヤクザと密入国のイラン人絡みの山だ。こんな面倒な代物どこまで踏み込んだってお前手間とこれがかかるだけだよ。まさかそんな偉いさんってのはな、それの辻褄があったらそれでご機嫌なんだよ。タウエっていうチンピラはコカイン中毒だった。コカイン絡みで土地狂ったバカが拳銃乱射して挙句の果てに自殺したってあたりで落ち着けてんだよ。じゃあ先輩は犯人は田植えじゃないって。ああ血の巡りの悪いエリートだな。見てみろこの現場、このムスタファーってやつ以外は全員一発で撃ち殺されてんだよ。凶器はトカレフだ。トカレフっていう銃はな、殺傷力が強いが命中度が低くて有名な銃なんだよ。それはお前西部劇のガンマンみたいに二丁拳銃でお前派手な殺しやってんだよ。あ？お前は役中のチンピラにこんなことができるか。化け物だよ犯人は。化け物？化け物だ。そんじょそこらの人間にできるような芸当じゃねえ。だからどんな犯人だって手がかりはあるんだよ。手がかり？おそらく犯人の狙いはイラン人のはずだ。このイラン人にだけご丁寧に4発も撃ち込んでるからな。他の奴らは口封じのために殺されただけだろ。それに食べてチンピラの持ってたコカインの包みだ。あ、例の純度 100% のコカイン、めったにお目にかかれる代物じゃねえよ。あ、イラン人、コカイン、いい手がかりだろ。ちょっと自分にはよくわからんですが。似合うんだよこの山は。似合う？何の匂いですか？これなら匂いだよお前、プンプンするよ。はあ。シャボのルートってのはな、だいたい決まってんだよ。ただコカインってなるとそうもいかねえ。うまくやれよ、おいしい話になりそうだ。あ、ここまで来たな、飯でも行こう。うん、よし。コカインね。雲の上にいるみたいだ。早く来ろ。ああ全部調べんだから。ねえ、このまま決めて女にぶち込んだら。ボエ、ビジネスか鹿だ。ごめんなさい、エラーボネス。仕事が終わればいくらでもぶち込める。全部上物っすよ。半分はレイカに任せよう。あとの半分はとりあえずしまっとけ。はい。エルアポネス、僕もコロンビアに行ってみたいんだ。おう。だってすげえ金持ちになれるんでしょ。僕をカルテルのボスに紹介してよ。一生懸命ビジネスやってあんたのように世界中回りたいんだよ。ティントくれボーイ。
半年待つんだ。半年いいですか。販売ルートをしっかりさせるのにあと半年はかかる。組織が固まれば黙ってても金は集まる。年に20億30億あっという間だ。そうなったら俺はコロンビアに戻る。坊やを連れてってやるよ。本当ですか。ああ、だからあと半年死ぬ気でビジネスだ。いいな。オッケー、分かったよ。相変わらず好きだね。遅かったですね。うん、本庁さん巻くのに苦労したんだよ。食事の方は食ったよ。中華料理か。うん、なんで分かった。日本人が作る中華料理はすぐ分かる。油もひどいし香りも悪い。ちょっといいかな。仕事の話なんだけどよ。例の焼肉屋の殺しの件だ。警察はどこまで掴んでますか。ああ、全然。コカインの取引に絡むトラブルってことぐらいだよ。殺されたイラン人の名前は。ムスタファー・ナグディ。それ以外は何も。ムスタファ、噂で聞いたことがあるな。どんな。コカインの大物ディーラー、渋谷六本木近辺ではかなり有名だ。で、そいつが何で殺された。ムスタファってのが何かのトラブルに巻き込まれたってことか。ムスタファが上の方を裏切ったという話です。上って。ムスタファにコカインを下ろしていたのはコロンビア人の組織。ムスタファはそれを裏切って殺されたという噂です。コロンビア人。コロンビアの麻薬カルテルから直接人が来ているそうです。アメリカでの商売が頭打ちになって市場開拓のために来てるらしい。でも実際ここのところ随分とコカインは出回ってるし、まんざらでたらめでもないような気がしますね。なるほど、コロンビア人ね。あの荒っぽい手口に化け物じみた殺人。ああ、納得いくな。で、そのコロンビア人の組織ってのはどこにあるんだよ。そこまでは分かりませんね。じゃあその辺から始めるとするか。ごちそうさま。私の方も何か分かったら連絡します。コカインがあんま出回るとお前らの売ってるシャブの利益が下がるからな。潰してくれればお互い得になりますよ。
ゃあ。今映画館の向かい側わかる？売れてるわよ。日本のティーンはみんなお金持ってるからね。若い子が何万も出して欲しがってる。ティーンか。グラムいくらで売ってる？1万円よ。半値にしろ。5000円で売れ。何言ってるの？そんなことしたら私の儲けがなくなるじゃない。子買いには常習性がある。最初に安く売ってやればガキどもが簡単に手を出す。手を出したら最後だ。誤解なしでは生きられないようになる。そうなったら今度は高く売りつけてやるんだ。グラム3万でも4万でも買うようになる。体を売っても人を殺しても金を作ってください。どっちが儲かる？なるほど、分かったわ。そのうちここを歩いてる連中全部が誤解中毒になる。楽しい街。時間あるの？うん。死んだムスタファの後釜にナンバー2のナイエールが座った。ナイエールはあなたに会いたがっている。そうか。詳しい話は一緒にご飯食べながらよ。いい？俺と行かなくてもタダで奢ってくれる客が大勢いるだろう。たまにはビジネス抜きの食事もしたいわよ。全部ビジネス抜き。飯だけだ。面倒なことしやがって。行くぞ。どうしました？あの男を追え。え？どこで何してんのかきっちり調べてこい。急げ。あの野郎、いつか戻ってくると思ってたぜ。